アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、皆さんこんばんは。ナイツ須尾司役土田玲陽です。皆さんこんばんは。ナイツ月田がレオ役浅沼慎太郎です。そして皆さんこんばんは。サギリ S 役豊島修平です。皆さんこんばんは。花村ふゆめ役草野太一です。はい、ということでアンスタメインストーリーオーディション編をナイスに盛り上げていく番組、アンサンブルスターズ4ピースラジオ、略して4ラジが始まりました。イエーイ。あ、そうだ、映像があったんですわ。よろしくお願いいたします。はい、オーディションの通称が4ピースということで、これから毎月4日に基本4人のアイドル担当が、キャストで集まってラジオをお届けしていきますということなんですけども、4ってね、普通日本だとこう縁起の悪い数字この番組では非常に縁起のいい数字になりますよ、4は。4、はい、はい。初回はですね、ナイツからオーディションに参加中の僕たち2人と、はい、いわゆるニューフェイスの2人でお届けします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。豊島くんと草野くんは、はい、まあ、はい、5月のインスタでね、はい、共演させていただきまして、お世話になりました。とんでもございません。こちらこそ、もうなんかね、あのニューフェイスのエネルギーをいただいて。本当ですか、はい、もう次の日肌プルプルすごいコラーゲンたっぷり、はい、いけるコラーゲン、いけるコラーゲン、いけるヒアルロン酸でしたよ。ありがとうございます。いや、僕はもう緊張しすぎて、生放送だったじゃないですか、ほとんど今記憶がなくてだから今日すごいやっとなんか、あ、浅沼さんじっくり見れますっていうテンションが今やっと。そんなに緊張してた？かなり緊張してました。今日はラジオなのでだいぶゆるくゆるくやってます。あ、だからレイヨーは、はい、ね、実は初めましてで、初めまして、豊島くんとは本当に初めましてで、よろしくお願いします。もう配信前、うん、放送前にちょろっと、うんうん、喋らせていただきましたけど、本当に優しくて優しくて、先輩で元いて元いて元いて、それ言ってもらうためにやってたんだから。いや、もう本当にもう今日楽しくやらできそうでワクワクしております。はい、ありがとうございます。草野くんとはね、一度ロード劇とかで共演してて、だからそれぶりでございますけれども、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうラジオの時のレイヨはもうすごいからね。本当ですか。土田レイディオって言われてるから。そうなんですよ。そんな異名があるんですね。そうそう、ラジオの時はもう土田レイディオ。すごい、はい、今日その変民がもうついていけば大丈夫。あ、さあ、もうよろしくお願いします。ラジオ初めてなんですよ、実は。ラジオ初めてなので、あら、はい、なので、あ、もうじゃあ、まあ、もう任せてくれよ。よろしくお願いします。任せてくれよ。もうパーソナリティとはこうあるものだっていうイメージだけで喋ってますけど、イメージがすごい膨らんでます。じゃあ一言でこう意気込みなんかをね、それぞれ言っていただければ。あ、はい、うん、あ、じゃあ俺、シュウ君から行くぐらい。いや、最初にも言ったんですけど、うん、ちょっと前回のね、生放送で、うん、もう何を言ったか本当に覚えてないぐらい手張ってたので、この勇気にぶん殴られたりした。優しく優しくしてください。はい、それで記憶飛んだとかない。物理的な。よかったけど、はい、いや、でも今日かなりそのおかげか、なんかリラックスして楽しめそうなので、うん、はい、楽しんでラジオやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。佐野くん、はい、そうですね、それこそオーディション編の VS プリン、プリンセスが終わったということで、そのお話もできたらなって思いますし、まあ、今日の頑張りによってはもしかしたら夢の得点が上がるかもしれないので、ちょっと頑張ります。おあ、すいません、そんなことはありません。失礼しました。野心プリ立つでございます。まあ、もう一回終わってますからね、今日その話もできたらなって思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今夜は記念すべき第1回放送です。オーディション編のことをたっぷりと話していきたいと思っています。初回は手探りなところもあるかもしれませんが、このラジオも皆さんがオーディション編を楽しむための大事なピースになれるよう盛り上げていきたいと思います。それでは行ってみましょう。アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、アイドルに挑め。アンサンブルスターズ4ピースレディオ4ラジ、
さあ4ラジ第1回目、もしかするとオーディション編のことをあまり知らないというリスナーの方もいるかもしれません、うんうん、というわけでですね、ここでオーディション編について簡単ではありますが紹介していきたいと思います、うん、はい、それじゃあ豊島くんと草野くんのお二人からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、では、オーディション編の紹介をさせていただきます。お願いします。世界一のエンターテイメント企業サンダーボルトエンターテイメントが主催するオーディション番組サンダーボルトチャレンジ4ピース、うん、通称4ピースは世界に羽ばたいていくナイスドリームユニットを結成するため4つの会場で1週間かけてアイドルを審査していきます。カタカナ多すぎるから。何何サンダーボルトエンターテイメントでサンダーボルトチャレンジ4ピース4ピース、その後なんつった。ナイスドリームユニット。ナイスなユニットを作ろうねっていうことで、はい、横文字がね、うん、多いんですけど、そんなオーディションを取り仕切るのは最高責任者、はい、アイドルプロデューサーのナイスアルネブサンダー。あれだお前は。ナイスなお方でございます。ナイスピー、番組にはナイスが、見出した5人、サギリ S、 滝いぶき、夏カンナ、花村冬目、北条ライカのニューフェイスも、このニューフェイスも参加することになります、うん、ほいほい。アイドル界の未来を担う希望の子となるべく多数のアイドルたちが4ピースでの活躍を目指している、うん、せーの、アイドルに挑め。せーのはさ、もうちょっとさ、なんかせっかく顔見えてないんだからさ、はい、せーのみたいなのを、はい、アイコンタクトで。あ、そっか、そっかじゃないの。そうです、すいません、うん、まあまあまあ、ありがとうございます。がっつりオンマイクで、ね、がっつりオンマイクで、ういういしいわね。はい、すいませんでした、本当ありがとうございます。何ナイスアルネブサンダー、ナイスピーって言われてあれでしょ、なんか俺たちを差し置いてさ。そうです、そうです、そうです、スタンプ出来上がってる。はい、そうですよ。ちょっともうやってくれてますね、うん、本当。まあ向こうにあの偉い人もいるから、はい、よろしくお願いしますよ、もうユニットごとのスタンプ。そうですよ、それがあればちょっと、ね、確かに我々は満足する。今のところナイスピーよりナイツピーの方が強いですから。絶対に絶対にナイツのナイツ P の方がね。そうですよ、なんやかんや言ってしまいますけど、過去にあの我々そのスタンプが出た時にスタンプになってなかったっていうのでへこんだこともありました、うん、そうですよ。あ、そうだったんですか。そうそうそう、今回これ悠々しき問題ですよ、悠々しき。今回司とレオいませんでしたねみたいな。そう、ありました、ありました、そんなこともありました。ブクブ先生の方ではレオちっちゃくなってバブちゃんだったね。可愛くなってましたね。ありましたから、そういう感じでね。はい、そしてということでオーディション編についてちょっとトークしていただきたいんですけど、うん、どうですか。はい、うん、あの最初にオーディションのメインストーリーの前に新キャラ のキャラごとのキャラストーリーみたいのがあったと思うんですけど、あの僕が演じさせてもらってるサギリ S 君はですね、もうすごいハイテンションというか、なんか一人でドリンクバー混ぜた、ぐちゃぐちゃだ、うわまずいみたいな、なんかもうとにかくずっとテンションが高くて、もう最後まであのお姉さんじゃあなんとか今日僕頑張りますかみたいな、なんかすんごい、まあ、変なうるさい明るいキャラだったんですけど、メインストーリーでまた違う一面というか、あ、これはもう本当、うん、ね、ね、そう、いや、そうなんですよ、いい子なんですよ。テンション高くて賑やかっていうと他人とは思えないんだけど。そうね、そうですか、そんな一面が、うん、そして、はい、あ、僕が演じる花村冬目くんがですね、S くんからやばいやつだっていう風に、ね、アイドルストーリーとかで言われてたんですけど、ちゃんとやばいやつでした。メントリーちゃんとやばい。冒頭でも あのちょっと問題起こしたりとか。看板に偽りなしですか。そうなんですよ、あのキャラ絵、今回 あのイベントストーリーの、うん、審査員の席に審査員に座ってた理由もちゃんと描かれてて、あのマイク持ってあっち側に盛り上がってと、はい、そうなんです、日高さんの席に座って、ね、お父さんね、言ってるのはちゃんと侵入してました。侵入してすごい、ね、結構問題を起こしてたりとかなんですけど、うん、結構問題児ではありつつ S のこともなんかすごい気にしてる面もあって、それこそアイドルストーリーとかで、うんうん、2話とか読んでいただいた方は多分結構なんかここの関
S と風味の関係だったりとかも結構もう考察とかされてる方とかいて、あなるほどみたいな感じ、おなるほど、僕も楽しませていただいてました。なんかこう、ね、まだ2人のキャラを知らない方のためになんかちょっと軽くキャラクター紹介してもらったりとかしてもいいですか。はい、わかりました、はい、じゃあさぎり S 君はですね、これ メインストーリーの話はあんまり入れない方が、まだやってない人のためにその方がいいのかな、いいですよ、ね、うん、あんまり言いすぎてもあれですもんね。プロフィールがあるんだ。プロフィールがあるんでございます。そうかそうか、こういうのなんか美容系みたいな。S 君はですねかなり冒険が好きな、本当に本当の冒険をしてる子なんですよ。そのアイドルストーリーではなんかその飲み物を混ぜて飲むのも冒険だみたいな、なんか日常の冒険を探すみたいな感じもあったんで、サイゼリアでやるやつね。そういう感じのドリンクバーのみたいなあったんですけど、本当にちゃんといろんな世界回って冒険するっていうちゃんとした冒険のスキルを持っている男の、特技サバイバル術って書いてあるからね。そうなんですよ、その辺も多分メインストーリーでちょこちょこ小出しには言ってくれるんですけど、あただなんか身近なものをなんか触って今日も冒険だってなんかまあ小さい範囲で言ってるんじゃないんだなっていう、本当に冒険家なんだなっていう、なんかちゃんと冒険家っていうところが出てくるので、ちょっとぜひ、はい、そこはメインストーリーの方で見ていただきたいんですが、はい、ありがとうございます。じゃあ冬メッチは、冬メッチ、冬メッチ、冬メッチは花村冬目くんはもう一言で表すなら本当にわがままお嬢様っていう感じで、もうそれこそ自分の意見というか自分の価値観が出来上がっているので、なんかそれに沿わなかったりしたらちょっとやる気なくしちゃったりとか、なんかそういった一面あったりとか、マリー・アントワネットなところがある。確かにそういった一面もあるかもしれない。ただなんか結構まだなんか結構謎が多いキャラクターでもあって、実際 S にすごく気にかけてはいるんだけど、その理由であったりとかはなんかまだ裏がありそうだなっていう、今後もっと深掘りされそうなキャラクターではあるなっていう、ちょっとミステリアスな一面を持ったキャラクターですね。初の中学生じゃないですか。いやそうなんですよ。ていうかもうそう、俺はこれは本当に言いたかった。言った言った言った。何ですか、新メンバーみんな声高い。私もびっくりした。そうなの、この子ね、はい、誰とは言わないわよ、はい、うちの、瀬名泉っていうのから、はい、キーハラスメントをされていて。キーハラスメント、はい、だいたいこう新曲ができると、はい、こうグループラインでね、はい、新曲のデモを聞きましたみたいな。でその中でまあ彼はね、ちょっと高くないですかと、一つ二つ下げませんかって言うと、はいはいはい、何言ってんのって入るわけですよ。そうなんです。もう瀬名さんじゃないですか。もう言い方が全然さ、そんなさ他の言ってしまえばさ、はい、声優さんなんて歌う機会なんてたくさんあると思いますよ、うん、それとかだったら聞いてないでちょっと下げさせてください、はい、あ分かりましたってなるんですよ、うんうんうん、でもこのコンテンツのね、特にこの私が所属しているナイツというユニットに関してはもう本当に、はい、キー下げるとさみたいな曲の印象がガラッと変わっちゃうんだよねみたいな感じで言われてる、うん、すごい。じゃあ分かりましたよ、出しますよ頑張りますよって。先輩たちも、はい、なんかこう助けてくれんのかなって彼は思ってたら、うん、はい、何でもいいよみたいな。そうそう、だからもう本当言いたい、昨今の男性声優声高すぎ。そうですよ、昔は女性声優さんが少年声を出す、そうですね結構そういう方が多い。最近もうね、うん、男性声優も女性の声出すようになってきてんですよ。逆にみたいな。そうですよ ね、フィーネとかにもいるでしょ。あ、ね、いらっしゃいますね。いやだからもう草野くんもさ、なんかもうヘッドホンさ、はい、通してさ耳に入ってきたけどさ、はい、もうさっきもボイスで入ってきたけどさ、はい、いや何この子の。いやでも結構自分の中でも結構高いです。確かにね、チューニングしたりしてるもんね。ふゆめくんは結構高いですけどね。もっと喉仏経由していこうぜ。喉越しをね感じる瞬間もありますから。取っていこうぜっていう風に思いながら、キリンですってね。いやもうでも歌となるとまたね、歌うことになったら。そうですね、結構大変なんじゃないの。それこそ全体曲はもう歌わせて、うんうんうん、S も他のニューフェスたちも歌わせていただいてますけど、うんうん、やっぱりなんかあくまで地声と歌う時の声ってやっぱりちょっと違うかったりする人もいるじゃないですか。なんかそういうところのギャップも最初は
ちゃんとキャラで歌わなきゃって思ってたんですけど、うん、なんかそこの幅をすごく発見できたのは今回冬目くんですごい大きかったなって思うところがあって、あ、まあ、今後またいろんな曲多分あると思うんで苦戦すると思うんですけど、うん、すごい楽しみではあるなって、うん、おすごい頼もしい意見でございますな。ございますあ違う、そっちはそれないくらい、すいませんしました、失礼しました。アンスタは二人にとってどんな作品でございますか？アンスタですか？急にでかい質問がやっぱあの個人的になんですけど、うん、こういう表立って顔を出したりとかこう映ったりとかっていうものが本当にほぼ初めてなので、うんうんうん、もうなんか仕事の中でいろんな初めてを経験させてくれた作品ですね。くれる、はい、作品。今回も今日のラジオが初めてだったり、この間 の、 あの生放送も、あとそれこそ歌、歌を撮ったのも本当アンスタが初めてなんです。そうなんです、はい。もうこれはハピエレさん責任を取ってらないとダメですよ。あ、いただけますかと思って、はい、よろしくお願いしますでもそれぐらい、はい、そうですね、もう本当に自分の中でもう本当に大きい、まあアンスタっていう作品自体がもう大きい作品だと思うんですけど、うんうん、だって緊張するよね、こんな9年も経ってからさ、はい、いやもう途中でだって俺半年経ってから、あ確かに参加メンバーで、そうなんですよ、僕も途中参加なんですよ、はい、半年でもビビり上がってたのに9年でしょ、うん、もうもうあったまりにあったまって積み上げまくってる作品ですから、ところにねポンって足は踏み入れて大丈夫みたいな、なんかもう、はい、そんな感じでした。いやそうです、ね、はい、僕に関してもそのでかすぎてなんかアンスタとはどんな作品ですかって語れるほどまだなんか自分が浅すぎるなっていう気持ちもあるんですけど、それこそ前回あったリクエストアワーの時に、うん、リクアワーの時にあのコメントでアンスタは人生ですっていうコメントが、おお、その人生に関わることになってしまった、いやなんかお便りでもコメントでもそういうのがあって、なんかシンプルだけどめっちゃ素敵だし、それを言えるのってすごいじゃないですか、なんかそれを目標にするわけじゃないですけど、なんかそれは結果論だし、その取ってきた結果アンスタ人生ですって言ったらいいですけど、なんかそう言ってくれるようななんか一つのピースになんか自分もなれるようになるのが今のなんか目標というか、あそういう作品だったなって思えるようにしたいなみたいな、なんかすごい感じのことをずっと思ってます。なるほどね、すごいなんかしっかりしてらっしゃるしっかりしっかりしてアンスタは人生、これこそハピエレさん責任取んなきゃお願いしますよ。それだけプロデューサーの方の愛がすごい伝わってくるのが毎回コメントから感じるので、まだね我々ニューフェイスだもんね。いやこれから本当にもうなんか言ってまだ何ヶ月だって感じの、ね、数ヶ月なので、うん、本当一員にねもう完璧になれるよりもっともっともっと ね自分頑張ろう頑張ろう頑張ろうって感じですね。本当にしっかりしとるな。そうですね、ちょっと反省しなきゃなって思います。いや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 、こんななんか関われてみたいな感じで言ってなんか俺なんか断るごとに文句しか言ってない。そんなことないなんでこんな英語喋らないんですか。いや英語すごいですよ。英語難しいですよ。英語絶対わざと司に振ってますよね。俺もうライブの振り付け難しいっすよ。やばいやばい、いろいろ出てきちゃう。ライブも近いし、ね、でも本当、ね、こんなラジオとかやってる場合じゃないっすよとか言ってる場合じゃないんです、ま、場合じゃない、うん、まあ、でもこれが出てる時にはもう終わってますけどね、この時期。そうだね、この時期ではまだなんですよ。すごい、もう消し積みみたいになってると思うボロボロで思い切って老体に夢中って踊ってるんですけどね。いやすごい、楽しんでくれてたなら嬉しいね。嬉しいです、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで簡単にではありますがオーディション編の紹介トークでございました、うん、はい、なおこのオーディション編はすでにストーリーも始まっており、7月4日の今日はですね第2弾 VS グルメのイベントがちょうど開催中でございます、うんうん、グルメ、そうですね、でナイツではですね、リツ先輩が参加しておりまして、はい、ニューフェイスからは、ライカさんがですね、イベントで初登場でございますので、はい、そして第1弾 VS プリンセスではですね、会場の王子城にて、うんうん、この4人が担当するアイドルに加え、そしてあとスバルさんと、あと、うん、伊沢真央さんですね、はいはい、6人がオーディションに臨みました、うん、もっと知りたいという方はですね、ぜひストーリーや特設サイトをご確認くださいませませ、はい、お願いします、お願いします、はい、
それではここで一曲お聴きいただきましょう。お突然ですね。突然もう一回言っていいですか、うん、こういうラジオの振りちょっとしてみたかった。今ちょっとドキドキしちゃいました。言っててワクワクするね。記念すべきです。それっぽく言っていい、いいですか。それっぽく。それではここで一曲お聴きいただきましょう。俺たちって言っちゃった。あら、いいですか。いいよいいよ。いいんですか。そんなさせてもらっちゃっていいんですか。シュートオラオラ言ってもいいんだよ。じゃあ行きます。早くして。はい。すいません。失礼しました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。僕たちニューフェイスの2人がアンスタ楽曲の中からそれぞれチョイスしてみました。まずは僕豊島の選んだ楽曲です。イブでサンリットスマイル。豊島君、はい、なぜこの曲を選んだんでしょうか。最近ここ最近の夏ってもう暑すぎて、うん、なんか楽しいよりもやばい暑い熱中症になっちゃう倒れるみたいな、なんかそっちの気持ちの方が、はい、強くなっちゃうんですけど、なんか昔ってその夏に、はい、まあ、夏休みじゃなくても夏になる時ってなんかこうワクワクというかキラキラというか、なんか何もなくてもなんか楽しい気持ちみたいな。どうされました。どうされました。いやごめん。なんかいや違う、すごいなんかもう戻らない夏を思いました。いや俺もないんですけど、はい。いやないんですけど。そんな悲しいけど。いつだって青春だよ。この曲からなんかそういうキラキラした夏のなんか感じをすごい、はい、もらえたなと思って、はい。アイスにも一応。はい、それを感じさせる曲がございますので ね夏みたいな曲があったんだって この後って何だ、この後よろしければそちらの方も ね聞いていただければ聞いていただいて覚えていただければ、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、曲でしたね。はい、お届けしたのはイブでサンリットスマイルでした。アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ。続いては初回ということでこんな企画をお届けいたします。豊島くん、草野くん、タイトルコールをお願いします。はい、相方紹介サンダーボルトチャレンジ。成長している。ちゃんと目配せてた、はい、精度がなかった。素晴らしい。いました。この短時間で、はい、リスナーも拍手ありがとうございます。いました。2人の体がこうやべ、それは見えてるんだ。これやってたの
ちょっとそうだ、体入ってる。はい、ね、はい、ということでですね、はい、今回はですね、同じナイツに所属する新田さんと私、うん、土田をですね、うん、相方、そしてニューフェイスな豊島くんと草野くんを相方として、はい、それぞれ相方のタコ紹介するチャレンジして、はい、はい、自分じゃなくて相手なんですね。相手を、はい、ちょっと待って、はい、はい、キャラクターをじゃなく違いますね。え、レイをっていうことみたいです。本人を、本人を、僕はシュウ君を。そういうことよね。なるほど、なるほど。だってだ、はい、で一見平和そうに見えますよね。ただただ台本だ。ただただ、見たことのあるやつ、出た、見たことのあるやつ。うわ、はい、うわ、まあ、サンダーボルト言うとるくらいですから、はい、なぜか喋る人の手には低周波治療器がセットされるそうです、はい、よくないよこういうの本当に、サンダーボルト要素でございます。本当なのか、サンダーボルトやばい。本当にね、あのアンスタさん、よくない。苦いお茶とか、ね、よくやるんですよこういうの。俺昔ね、はい、あの月下のね、はい、パーソナリティやってた頃、はい、あの足のこう裏を刺激する、あ、足つぼみたいな、そうそう、石みたいなのがぶわーってくっついたマットの上歩かされたり。おい、ちょっと待って、もうすぐ50ぞ。おい、まあまあまあ、でも健康器具ですよね。健康、健康に、まあ、一応、まあ、そうなんですよね。基本的にやってることって痛いけど、痛いし苦いけど、嫌な思いはするけど、なんか健康になるものなんです。体には、体にはいいのか、はい、なんかすごい騙されてるわ気がする気はするけれども。でちなみにですね、そのタコ紹介するじゃないですか、はい、そのタコ紹介の中でこれ納得いかないなって思ったら、そのスイッチがオンになってビリビリといたします。え、だから的外れなタコ紹介しちゃいけないよっていうことです。なるほど。あ、相方なんですよね。なんかすごい、なんか後ろから拳銃突きつけられてみたいな感じで紹介みたいな感じ。大丈夫か、変なことは言っちゃいけない、変なこと言うんじゃねえぞみたいな感じ。そうだね、なるほど。やり方は分かりましたか皆さん。はい、分かりました。はい、じゃあそれぞれ紹介の持ち時間はですね、30秒ずつでございます、うん、なるほど。はい、ではやっていきましょうか。はい、これ段階とかありますけど、何段階で？これ10段階で、はい、僕は某別の番組で畑野くんに銃を、はい、されたこともあるし、畑野くんに銃をしたこともある。ちゃんと歯には歯を、うん、まあまあだぜ。まあまあ、マジすか、ガチなやつですね。まあまあ、やだわ。はい、じゃあ順番どうしましょうか。確かに、どうしましょう、まあ、まずどっちのペアからやるか。まず和研修じゃないの。そうでしょう、かしこまり。いや、もうそう、もちろん、もちろんですよ。ディティグリー、もちろんですよ。さあ、じゃあどっちがどっち。せっかくだから肩がいいんじゃない。肩なんだ。だって肩が一番。そうなんだ、肩なんだ。肩凝っとる。肩あります、ね、あれよくメイクさんに凝ってますねっては言われますね。じゃあもう健康なんですよね。健康だよ、だって健康なんですよ。どうやって貼るのかな、これは。だってじっくりとかすっきりとか書いてる。あ、そうだ、確かに言葉的には素晴らしいや、うん、あ、すごい、あ、ありがとうございます。ちょっと見えないところで何してんですか。ちょっと、あ、ちょっと見えないことをいいことに。なんだろう、作家さんが慣れてるっぽいんだよな。そうなんですよね、ですよね。流れるような手つきで、いや めっちゃ滑らかに貼ってくださる。え、いや、肩パンパンってされた、マジで怖え。あ、てか、あ、そうか、この前 俺がシュウ君を紹介するんですね。そ う、うん、そういうことだ。困ります、ちょっと目つき変わったけど大丈夫。いや、これ どれかな、どれかな、ここ、ドエスなシュウ君が。ちょっと一回、ちょっといいですか、一回やってみる。一瞬だけ、一瞬だけ、一瞬だけ弱めで。これ今1感じない。こう、え、今やってます、うん、なんか下に、あ、グリンってやると、今5ぐらいで、まあでもやり方が分かったっ。あ、でも5でこんぐらいですか。そう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 、あ、じゃあいけ、大丈夫か、あ、出た、大丈夫かな、うん、おし、罰ゲーム潰しの人かもしれないね。え、10とかで大丈夫ですか。5でいいです。はい、大丈夫ですか。はい、それではじゃあ草野くんによる豊島くんの紹介をしていただこうと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、豊島周平くんでございます。こちら、はい、メガネが似合うメガネの王子様でございます。
いきなりシュウ君って呼んでも許してくれるぐらいめっちゃ優しいシュウ君なんですけども、なんか海外にいて迷ってもなんか迎えに来てくれるんじゃないかぐらいの優しさを秘めてるんです彼は。はい、すごく優しいんです。ただ彼実は空手をやってる、空手初段っていうギャップがあって、はあ、だからこのメガネ似合うけど、メガネを30秒経ちました、メガネを外したら彼、いつもの彼とはまた違うかもしれない。以上でいってー、ちょっと待って、終わったじゃん。なんかとりあえず押しとくかみたいな感じで押さないで、今いやいやいやもうさ、今目こっち見たからがさ、間違えちゃったんだよね、間違えちゃったんだよね、初めて、これもだと初めて、初めてです、これ。そうなんです、そうなんです。とりあえず押しとくかみたいな感じで押されたんだけど、間違えちゃったんだよ。まあでも最後までは全然合ってたって、メガネ取っても変わんない、変わんない、変わんないよ。そっか、大丈夫大丈夫、すごかった今の感じでやばい、地震が起きたぐらいの震源地俺みたいな、そんなギュンってなるんだ、震源地俺みたいな感じでした今。向こうでも、はい、テストで出した声とちょっと違う音量が出たから多分びっくりしてると思います。すいません、ガチな声が出ました。ドキリしちゃって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあでも素敵なタコ紹介だったということで。そうか、メガネ外しても変わんないか、変わんないよ。いやもうちょっとどうしようか迷っちゃったけど、ドイスナシュウ君がどうするかと思ったけど、あ、そっち、そっちへ行く。そうしますか、いいですか、そうしますか。お、逆サイド、あら、ね、色っぺ、どれを押せばいいの、色っぺぞ、色っぺけど見れないんだぜ、みんな、いって、早い早い、押しろ、何してんの、めっちゃ来てるけど、押してない、これはガッて下にやるとひねったらもうなってるんですよ。なってるなってる。そうそうそう。何？シュークごめん。天然だったのね。いやなんかボタンを押すのかなと思ったらひねった時点でもう。なるほどね。なるほどね。ごめん。いいよ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 。いいよ、うん、やって。はい。はい、じゃあ準備はよろしいでしょうか。はい。はい。じゃあいいですか。はい。はい。では豊島くんによる草野くんの紹介です。はい。それではタコ紹介スタート。はい。こん。草野くんはですね、草野くんって呼んでるんですけど、今日からタイちゃんと呼ばせていただきます。嬉しい。はい、見た通りすごいふわふわしてもう優しい子なんですよ。なので、この間の生放送の時も横にいてくれるだけで俺は本当に安心できたんですけど、実はタイちゃんも空手をやっていたということで、はい、かなり攻撃的な一面があるのかなと思って、この優しいタイちゃんなんだけれど、あーいやいやいや、なんか地味に来てる、どうしよう。はい、終わりです。30秒経ちました、経ちましたが、あ、いてててなになに、空手やってなかったの？空手をやってました。あ、やってたんだ。ただ組手、その殴り合いがすごい苦手、弱かったんで、うん、ちょっと攻撃的ではないよっていうところはちょっとごめんなさい、ちょっと違うかなっていう。まあでもその後にめちゃめちゃダイヤル回してたから、自分でやらないで、何やってるの、自分でやらないで、ちょっと待って、あれ怖えぞこの新人たち。すごいぞすごい、自分で求めていったよ、取れ高が欲しかったのかな、取れましたか、十分だよ。でも最後にダイヤルひねるあたりがもう攻撃的でしたけど、まあね、ちょっと見えたよね。そんなことはありませんよ。ありがとうございます。すごいな。私かしら次は、しんたさんがレイオーを紹介する、はい、あ、じゃあ私がビリビリさせる係ですね。マジで気をつけてください、やばかったです。ボコってくるね。でもこういうのって肩こりが強い人の方が意外と効かなかったりするから、逆に、はい、しんたさんやっぱり物書いてたりするから結構肩凝ってると、ちょっと待って、やめてね。そういうのよくない、強いのやる気満々じゃない、肩凝ってると思う。それ死んじゃうよ。やっぱ絵的にビリビリしないと面白くないと思うから、面白くないし、最初からフルスロットル、うん、なんかやってたとかなんかなるかもしれない。ちょっと待って、第1回目で死人が出るのはまずいだろ。いやだ、第2回だってダメだよ。すごいです、本当に肩がへこむ勢いです。はい、怖い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 。でもちょっとつけてみましょうか、うん、確かに1とかじゃ大丈夫でした。怖い怖い。1、2ですね。あ、もう2でもう感じるもん。おお、あ、まあじゃあ、ね、俺ね本当にね電気に弱いの。電気に、電気風呂とかダメなの。そう、水タイプだ。そうそう、もう上げてるでしょ。今、あ、わかんの。敏感なの。
なるほど。ではではでは、いいですか、準備の方は。はい、もうほんとサンダーボルトとか意味わからんわなんて会社だそれではそれでは、土田さんによる浅沼さんのタコ紹介スタート。違うでしょ、これあれあれちょっと待って、あれあ、そっかそっかやってくれる嬉しいって思ったら、え、逆逆逆よ、逆逆浅沼さんが紹介するんですね。なんで俺ビリビリさせられたいや、もうなんかちょっと後遺症、後遺症が後遺症がね、後遺症が、ね、なかなかね食らったからね。はい、はい、すいません、お願いします。ではでは、浅沼さんによる土田さんのタコ紹介スタート。はい、土田麗央子はですね、北海道出身で、ちょっと上げてない身長176センチでですね、ちょっとね、真面目なんですけれども177です。続けてください。すごい真面目で、すごい、でも本当に僕らにとってはもう本当弟みたいな感じで、好きな食べ物はお寿司で、それでその中でもエビが好きです。あ、違ったんだ。エビも好きですけど、エビだけに限定しないでほしかった。あ、すごい難しい、そここだわりの範囲難しいだよ。はい、ありがとうございます。なかなか食らってましたね。ちょいちょいちょっと間違えてましたね。そうだね、結構付き合い長かったんですけど、血液型 A 型です。ああ、おお、そうなんです。あ、なんだビリってなったよ。指にビリってなったよ。これ残り切ってなかった。なんで切ってなかった。指先やばいよ、これ。お恥ずかしい、お恥ずかしい。ド S だこれ。指はやっぱり神経が一番通ってるから。あ、近いから。うわ、これはでも高校の方が楽しそうですね。くっついちゃったもん。あ、くっついてる。髪にくっついてる。はい、あ、くっついちゃった。大丈夫かな、大丈夫かな。あ、ちょっとダメそうですね。じゃあ、はい、いやいや、レイヨ、ここまでということで、大丈夫だよ。タコ紹介は。レイヨ。えい。あ、取れ。取れた。え、これどこに、どっちがどっちとかあります？ないない、自分のいいところにつけて。どこがいいんだろう、場所どこがいいとかあります？なんか凝ってるところとか、筋肉のところですか？筋肉のところ。あ、でもそこら辺が多分合ってる。はい、合ってるの。ちょっとだけ 2にするね。はい、2は大丈夫だったから、テストです。はい、お願いします。やりましょう。あ、ほんのりとでしょ。あれもほんのりと、はいはい、場所、あれでもなんかこっち側があんまり。あれ、じゃあ切るから剥がして付け直していいよ。え、あ、本当ですか。うん、はい、何が何でも聞かせたい。いや、でも意外ともしかして電気に強い男かも。いや、わかんないですよ、わかんないですよ。いや、でも俺、あの小顔のあのメイクさんによくやられるやつ、ビリビリはダメなんですけどね。あー、なんか顔にこうやるやつね。はいはい、ちょっと試しに来るからやってみてください。あ、てか自分でやります。なんで俺を信用しないの。信用があんなに俺に散々やってる。おー、なるほどなるほど、大丈夫ですか。なるほど、あ、はいはいはい、よろしいですか。はいはい、あ、 OK です。 OK です。多分大丈夫です。おー、それではいいでしょうか。土田さんによる浅沼さんのタコ紹介スタート。はい、新田さんですよね。あれですね、すごいあのエンターテイナーでございます。あの常にやっぱり面白いことを考えていて、物事が面白くなるように考えております。あ、やばい、恥ずかしかっただけ。そういうのも行くんですね。うわー、嫌な人。そうですね、だから、あとすっ、はい、やばい、どうしよう、特にないな。すごい。身長は身長176センチ。あ、違う、5センチだ。あとすごい、血液型は覚えてないですけど、舌がお子ちゃまなので、子供が好きなやつが大体好きです。合ってるじゃん。合ってた。いやー、なかなかラジオ1回目にしてこうやって亀裂入れていいんですか。作家さん、初回でしたね。なかなか熾烈。作家さん、いいのこれ。本当に熾烈な戦いが、フォーピースがバラバラになるんだぞ。ピースが散らばってしまう。パズルが埋まらないから。はい、これ特に何、これをやっただけで終わりで、ご褒美とかも特になく、ご褒美ない。ない。そうか、こういうところだな、ね、こういうとこ。あ、またヘイトが溜まっちゃう。やばいまた文句ばっかり言って気をつけないと。ありがたくありがたく低周波いただきました。肩の凝りがなくなりましたわ。ありがとうございますわ。素敵なコーナーありがとうございました。ありがとうございました。以上でござ
ございました。以上相方紹介サンダーボルトチャレンジのコーナーでございました。はい、打ち合わせしよう。アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ。さてここからなんですが、うん、はい、今後この番組の中でやっていく番組コーナーをですね、豊島くんと草野くんから紹介してもらおうと思います。お願いします。はい、はい、では紹介させていただきます。うん、まず一つ目はこちらです。 For opinion。 opinion。 土田さん発音合ってますか？知らんがな。すごいな流暢だ。知らんがな。私別に英語できるわけじゃない。キャラクターが英語喋ってるっていうだけでめちゃくちゃあのアドバイスの先生取るときいらっしゃるんで。だからオピニオンっていうのはあれですか、玉ねぎっていうんですか？オニオンや。オピニオンの方とか、日本語にすると意見という意味です。意見、はい、このコーナーでは〇〇はありなしという討論のお題を皆さんから送ってもらい、4人でせーのでありかなしか自分の意見を答えていきます。なるほど。はい、例えば、うん、シチューライスありなしみたいな、こんな感じの質問を送ってください。はい、これちなみに皆さんどう？シチューライス、シチューにライスがつく、はい、ライスがつく、かける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 、ライスにかける、カレー、カレーライスみたいな感じで。いきますか、これいいですか？せーのでいいですか？はい、じゃあいきましょうか。せーの、あり。お、あら、なるほど、なるほど。なし一人だけいた。なし、はい、なしですか？なしです。私そもそもシチューがなしです。あ、え、あそこそうなんですか？おめえ北海道だろうがよ。いや関係ないですよ。いやそもそもあの存在って謎じゃないですか。ちょっと待って、スープなのか、ちょっとあのマイノリティだからな。ここはありなの？そうですよ、3対1ですよ。いやいや、あそこまで作ってなんでシチューのルーを入れるかっていうのが俺には理解できない。だったらカレーにしようやになるんですよ。違う、食い物の話すんじゃねえよ。今はもうじゃあそもそもライスよ、ありかなしとかいうかもうシチューなんですね。もう許せない、もう全然問題。ちょっと待って、はい、ってことはだよ、はい、ハヤシライスはありです。ありなんかい。ここまで作っといてカレー入れろのあれじゃないのか。もう全然ありです。ビーフシチューは ありです。ありなんかい。いや、だ白いご飯に白いタレをかける。タレって。いやだから ルーって言ってください。いやだからあの存在が分かんなくて俺はスープなの彼は。スープシチュー。いやシチューって何物なの？シチューはシチュー。そう、なんかそうだから俺ご飯でやっぱりその実家いる時とかにシチューがやっぱ晩ご飯部活とかで使って帰ってきて、うんうん、今日のご飯はシチューだよって言われた時のテンションの下がり具合ったら、その時なんで呼んでくんなかった？食べに行きますね。僕たち食べますよ、食べますよ、だってシチューご飯に、ええここにちょっと我々以外にもスタッフさんいるんですけど、はい、シチューライスありだよっていうか、ありよ、マジか。あでもちょっと待って、シチューライスありな人がスタッフさんが喋っててね、話を聞け。シチューライスあり。あ、いやでもマイノリティです。そもそもシチューがそこまで、おお、一人ぼっちのレイヨーレイヨーですよ。みんな好きじゃんね。好きです。なんなら僕シチューライスプラスパンも一緒に食べます。あれ？あ、でもそれはわかるかも。ちょっと待って、シチューとパンじゃなくて、はい、シチューライスとパン。あ、それはわかんねえわ。ちょっと待って、あれなんかあれ一気になんか形勢がおかしくなってる今。パンとこう、いやちょっとしくったな。ちょっとやべえな、ちょっとおかしくなってる今。あの、はい、シチューライス、ちょっともうあのシチューが苦手とか言ってるやつはもうちょっと一回置いておいて。そう、置いとかれます。はい、そうですね、シチューライスは。はい、もはやドリアやん。ああ、いやだったらドリアを作りますよ。あ、ごめんなさい、置いとかれたのに。ちょっと黙ってて。出てきちゃった。ちょっと今。黙ってて、君の出る幕じゃないです。いやだから、はい、ドリア大丈夫な人はシチューライス大丈夫な気がするよ。確かにそうですね。確かに。その混ざってるっていうのが、そう、大丈夫が前提ですもんね。チーズとか。ちょっと待って、チーズもダメなの？いや違います、ドリアはだからチーズとかじゃない。でシチューにチーズ入ってないじゃないですか。入れたっていいよ。あとなんかあの主張してくる芋がダメですね俺。
カレーにも入ってたビーフシチューにもあるじゃないですか。お前結局芋がダメなんじゃねえか。芋がダメなんですか。いや芋は好きですよ。ですただなんかシチューに入ってるあのゴロッとした野菜がそれはもうお玉で取らなきゃいいだろうがよバカが。はいという感じで大変盛り上がりますね、はいはい、それでここでなんですけどはい、はい、せっかくなのであの次回の4人に答えてほしい質問を僕たちに、はい、一つ決めてほしいということでこんな感じのなるほど質問はなんかね分かりやすいのだと、はいうん、その酢豚とかピザとかハンバーガーのパイナップルはありかとか、うんはい、なんだけどちょっと食い物もちょっとなんだなと思うんですよ。確かにどうするなんか僕いつも、うん母とかに言われるのが、うん早く帰ってきなさい。まあ母ちゃんは大体実家暮らしではないんですけど、ね、まあなんか何でもとりあえず文章を打つのがめんどくさい電話かけちゃうんですよ。あだからその連絡手段で何でもかんでも電話でもかけてくる人ありなしとかはどうですか。こうなんか次考えますか。いやでもほら俺らの仕事ってさスタジオで、うんお仕事することが多いからそうです、ね、なるべく電話じゃない方が良かったり、うん、確かにそうですね、まあ、確かにそういう時も、うんまあ、確かにじゃあほなメールかなんかいいのないかなんかいいのないかななんかないかな食べ物系を排除した中でのまあまあまあ排除しなくてもいいんだけどなんか違うのが確かにそうですねいいよねありかなしか、ありかなしかもの、確か、なんかよくなんか見るというか聞くんですけど、今回の新キャラたちの衣装とかであるんですけど、限り S 君がすごいこう短い短パンというか、ズボンが短いんですけど、なんかよく言われません男性の。短パンのその裾の長さみたいな。そう、それね、俺もちょっと考えてた。それにする？それにしますか？夏だしね。夏だし。はい。はい、じゃあ4人に聞くんだよね。4人はい。そうですね。膝より上の短パン。自分で履くの。ありかなしか。自分でっていうのが自分で肝ですねこれ、はい、いやだってほら人が履いてるのはさ似合う人は別にいいわけじゃないですか。そうですね確かに、ね、勝俣さんとかね確かに似合いますからね似合いますねコナンとかいいわけじゃないですか。確かに、うんはい、だけど自分が履くのはどうなのかっていう誰か僕らまだ分かってないんで。分かってそうですよ、ね、分かってないまだ分かってないんですよ、ねねうん、僕たち、はい、だから諏訪部さんだったり緑川さんだったりするかもしれないわけですよ。はいでも意外な一面が見れるかもしれない、うん、緑川さんありって言いそうなところあるから、うん、確かにね。いや全然ありじゃないかもしれないですね。ちょっとこれはね期待ですね、はい、確かに楽しみな質問、はい、自分で履くのは短パン、うん膝よりも上のショートパンツありかなし か, なしか、はい、うん、次回こんな感じの、はいはい、質問をしましょう、こんな感じで4人でありかなしか答えられる質問をこれからもお待ちしております。はいお願いします。お願いします。お願いします。そして続いて2つ目がこちらになります。 For Nice Nice スチャさん発音合ってますか。 OK シュランガナ。本日2回目か3回目のシュランガナでございます。シュランガナ。ナイスは行ったことあるかもしれない。確かにナイスなんか なんだろう。ちょっと待ってこのコーナーもしかしてナイス P が出まってくるやつ。というわけではないの。ないんですけど、こちらのコーナーなんですけど、はい、やることは非常にシンプルでございます。シンポです。ただただ早口言葉をその回になんかおかしくなってるおかしくなってる今早口言葉をその回の4人が連続で成功できるのかをチャレンジしていきます、うんうん、そうナイスでみんなで喜び合いたいだけのコーナーと。ああなるほど。すごい平和です。讃え合おうってやつ、まあ、平和なんですけど、うんうん、この早口言葉ってノープレッシャーだと、うん、まあちょっと落ち着いてできることもあると思うんですけど、うんうんはい、例えばこの4人でやるっていう上で最後アンカーになった人がなんかちょっとプレッシャーとかで難易度上がっちゃりとかありそうじゃない。上がっちゃりね、うん、上がっちゃり、うん、上がっちゃりになっちゃったりするっちゃったりって感じですね。早口言葉弱そうだね。次回じゃなくて本当に良かったなって思う。これっていわゆるあれ
1人が行ったら次の人は2回言って次の人は3回言って次の人は4回言って、そうするとアンカーはより大変。確かに数が増える。あ、数が増える。増えていくシリーズ。炙りカルビとかそういうやつ、ね、ちょっとやってみる。なんでですか。1個、1個あるんですよ。何ですか。はい、じゃあ僕からこう絵が最後なんすか。時計回りでいきますよ。時計回り、まあ、何ですか。お題はですね、とし君徳島です。トシ君という、まあ、豊永さんかもしれないですし増田君かもしれないですけれども、はい、トシ君という人が徳島に行ったというのを考えてください。はい、いきます。トシ君、はい、考えない、行くよ。トシ君徳島、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 トシ君徳島。ちょっと待ってください。あの間にポンポンって挟まないんですよ。あ、2回連続で言う3回。もう一回いきますよ。はい、トシ君徳島、トシ君徳島。じゃあ聞いてください、聞いてください。いいですか皆さん、これを聞いてる皆さんに伝えたい。声優というのは別に早口で物を言うほことはない。トシ君徳島、トクシントクシ。もう一回、もう一回お願いします。はい、いくよ。トシ君徳島、トシ君徳島、トクシントクシ。これむず。脱落しました。あ、脱落形式なんすかこれ。いきますよ、はい、いきますよ。終われない。トシ君徳島、トシ君徳島と、わ、むずい。そうなんです、これむずいんですよ。脱落しました。脱落。トシ君徳島、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 トシ君徳島。言ってないのに、言ってないのに無限で言おうと。え、これ何回言うの俺。みたいなことで、こちらのコーナーには僕らにチャレンジしてほしい早口言葉を送っていただくということですね。チャレンジしてくれて。おいおいおい、練習するな。練習して、練習が徳島に持ってかれるな。危ない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 。そう言っちゃうところだっていうことですよね。早口言葉。そうそうそう、はい、その通りでございます。え、ということでですね、こちらのコーナーにはですね、僕らにチャレンジしてほしい。それ言ったのよ俺が。トシ君、いやいや、今脳内を徳島に向けて。トシ君、トシ君、はい、オリジナルのものでも OK です。そうですね。で、特にさ、はい、アンスタに関わるような早口言葉なんて作ってもらえたら、それは最高じゃないですか。ああ、確かに。もしかしたら、だって、そうだ、難しい名前のキャラクターとかもね、うん、あんだけいるといるわけじゃないですか。うん、確かにナイスさん の、 あのナイスアルネブサンダーとかもすごい言いにくい言葉ですよね。ああいうのは名前のサンダーあたりかね。アルネブが言いにくかったりとかする。アルネブサンダー、サーターアンダギーガーみたいな。長いな。長いめっちゃな。みたいな感じね。確かに面白そうですね。ぜひそういうの考えて、ね、送っていただければと思いますよ。はい、お願いします。はい、ということで2つのコーナーを紹介させていただきました。いやーね、本当意図せず盛り上がってしまいました。盛り上がってしまいました。はい、多分ね、みんな帰り道でずっとブツブツ言ってた。はい、こちらですね、今後の回で本格的にスタートしていく予定などでお楽しみに、はい、ということで皆さんたくさんメールを送ってください。よろしくお願いいたします。お願いします。それではここで一曲、続いては私草のチョイスの楽曲です。ナイツでアーティクルオブフェイス。この信念の旗を胸に掲げて、最後の夢を叶えよう。揺るぐことのない絆咲かせるよ。戦場という名の舞台、ただ待っていたんじゃ何も手に入らない。踏み込んでいくだけさ、こんなに近く傷に触れずいられない。脅威へ茨の道抜け、互いの痛みが互いを支え合う強さに変わることを。戦いの中気づくことなんてあるのだから、目と目が向かい合えば、迷いでさえ指針になる。分かってるよ、その隣に誰が
信頼なんて言葉で伝えるものじゃないんだろう。背中預け靴は並べ踏み出そう。その先へこの信念の剣を空に掲げて最高の夢に捧げよう。求める声に愛を込めて答える。なんかね、これでね、アダムって言われたら、ね、もうちょっと忖度せえよみたいなことをね、こう面白でですよ、面白で突っ込もうと思ってたんですけど、ナイツなんかしっかりとナイツ。それこそ今日お二人いらっしゃるので、はいはい、なんかナイツの中からなんか好きな曲選びたいなっていうのでこの曲を選ばせて。気使えるおだね。いやちょっと気使えないで。だから話し合った、あの主人とも話し合ったんですよ。はい、なんかナイスナイスが並んでもあれかなっていう。いや全然あれじゃないよ。なんかいろんな曲紹介できた方が、まあでも、まあ、皆さんの方がまあ知ってますけど、現代に。でもこれ、まあレイオはどうかわかんないんですけど、僕はすごく思い入れがあって、はい、ずっとレオってこう。司さんのことをなんか認めて内風というか新入り新入りって呼んでたし、でなんかそれまでの曲ってレオと司さんが一緒に歌ってるところほとんどないなかったですね。サビ以外は基本的には揃わない。でこの曲で一緒に歌うフレーズが出てくるっていうのがなんか認めた風に聞こえるっていうのと、あと武道館でライブをした時にそのリツがいなかったんですよ、はいはい、でその時にアコースティックバージョンでまるでリツがピアノを弾いてるみたいにっていうありました。それで思い入れがあって、なんかそのなんとかアレンジにしたっていうのも結構ライブでは珍しいことなので、それがちょっと思い入れがある曲なんで、ありがとう。いや、そう、いや、ありがとうございます。それこそゲームサイズの MV もすごい好きで、それこそあのレオ君と司君があのなんか声なんかあのお互い背向き合いながら歌うセンターで歌うところもあったりとか、あとあのゲームサイズ MV だとあのイントロなしで、あのリオ君のところから始まるのがすごい印象的で、なんかすごくなんか曲調がもともそもそも好きな曲だったので、あのなんかストーリーももちろ ん, なんか多分歌詞とか絶対になんか今までの大変だったナイツの部分だったのかなとかいろいろあると思うんですけど、なんかそこがすごいいいなって思って、ごめんなさい。いやもういいね、もう後で何でも好きなもの言って。大丈夫何でも好きなもの言ってくれたら大丈夫だよ。この人が出した俺かい。あれ俺なんかい。そうです。じゃないでもプロデューサーさんの方がもっとあの多分いろいろ語れることがあると思うんですけど、なんかそういうところから選ばせていただきました。すごいありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでお届けしたのはナイツでアーティクルオブフェイスでした。アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ。さあお送りしてきましたアンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、第1回目があっちゅう間にエンディングのお時間でございます。盛り上がりましたね、まあ、楽しかったですね。楽しかったです。ここでお知らせでございます。はい、先ほども少しお話が出ましたけれども、 ES2 年目の新展開オーディション編は現在第2弾 VS グルメが開催中でございます。こう出てるかもしれないね、ここにね、ドンとね。はい、ぜひストーリーをチェックいただきつつイベントを走っていただければと思います。よろしくお願いいたします。さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしています、
投稿は番組概要欄に記載してあるリンク先から送ることができます。今回紹介した各コーナーや、出演者、次回の出演者へのメッセージ、質問などをお待ちしています。はい、そして SNS で番組のことを投稿する際はぜひハッシュタグ4ラジ、カタカナで4ラジをつけてください。ラジオを聞いての感想お待ちしています。はい、はい、ということで第1回目が会以上となりますけれど、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、なんかこうまったり行こうかなと思ったけど、テンションが上がるところがちょこちょこ出てきましたね。ありますね。熱くなるところが出てきてしまって、はい、もうシチューのことに関してはもう下せないです。納得がまだ言ってない。すいません、北海道生まれ育ちでありながらいろいろとお見苦しいところ、はい、お聞き苦しいところちょっとね、好きにさせたくなった。シチューをシチューを。あ、本当ですか。いやでも確かに母ちゃんの作るシチューみたいなのしか食べたことないからなんかわかんないのかもしれない。いやそれが一番それじゃないでしょ。母ちゃんの作るシチューなら食えるって言っちゃう。はいはいってなるとこなのに。ちゃうかなっていう、そっちじゃないかなっていう方向。土田ママ本当ごめんなさい。すいませんでした。誠に。はい、いやもうどうでした。いやでもそれこそなんかまあプリンベースプリンセスが終わって次グルメがまあ始まるっていうこともあるし、あと各コーナーそれぞれ短パン誰がありかなしかとか、今後またプロデューサーの皆さんと楽しめるコーナーってたくさんあると思うんで、なんか今後さらに僕もオンエア見ながら皆さんと楽しめればなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう初ラジオだったんですけれども、後半っていうんですか、もう中盤、多分電気ショックやってぐらいからもう楽しさしかなくて。あ、よかった、はい、また記憶なくなった。大丈夫、記憶ございます。はい、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 本当になんかリラックスで、あれのおかげでリラックスしたのかなと思いながら、すごい、いっぱいやってよかったじゃん。いっぱいよかった。最後自分でとどめさせてしまったんだけど。とどめさせて、自分で。いやでも本当にもう楽しくやらせていただきました。はい、ありがとうございます。あ、そういえばレイヨなんか言いたいことが。いや、そうですね、まあ私も途中まで楽しくやらせていただいてたんですけど、途中まで、はい、途中からちょっと驚くことがございます。何がありました。一瞬止まったところですね、私いろいろとお二人のこと呼ばせていただいてたんですけど、はい、豊島君、草野君って言ってたんですけど、はい、すいません、はい、豊島さんだったみたいな。いやいやいや、そんなことそんなことないです。いやいや、大変失礼いたしました。すいません、何がなんか、ね、若く見えるから。いやいや、若く見えるから。衝撃で、いやいや、もう本当すいません、年下が本当ごめんなさい。本当ごめんなさい。状況の説明を全然いいんです。もう先輩ぶっちまって。許せない、こんな自分が、申し訳ない。いや、そんなこと、いやもう本当にあんさん新米なので全然組んでもあかんと。全然ね、俺も安本さんとかにしんちゃんって言われて、俺安本さんって言ってるからね。あ、確かに安本さん下だからね。あ、確かに。そうそう、本当、全然神尾さんもそうじゃないですか。そう、俺も神尾さんって言って。あ、でも神尾さんは浅沼さんっていうか。確かに。そういうこともあるんですね。いやでも本当に気にっていうか、レイを俺のこと財布って呼ぶじゃない。ひどい。はい、それではそろそろお時間です。お相手は須尾司役土田レイと、月流れお役浅沼慎太郎と、先でエース役豊島修平と、花村ふみ役草野太一でした。フォーピー。これはせーのって言っちゃうよ。こっちはいいんだ。